口開けて、そうよね、うん、口開けて食べる、耳から食べてなかったですよね、うん、さんざん口開けて食べていたけど、うん、海水も一緒に、その口開けて食べるときに、うん、僕らちゃん今水道水、要するに海水でご飯、あ、川の水でご飯食べてるじゃないですか、川の、あ、今雨水でね、はいはいはい、それが流れたので食べてる、うん、とか昔は、うん、海にいた時は海の水でご飯食べていたんです、うんうんうん、まあそうですね、口開ければ海水が入ってますから、全然違うでしょ、うん、だって今は川の水でご飯食べてる、うん、昔は海の水でご飯食べていた、うんうんうん、それで体が同じだというのはおかしいと思いません？あ、はい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 、ね、うん、生命が海で誕生したということは、うん、誕生したと同時に、うん、海の水を飲み始めたという意味なんです、誕生してすぐディックなかったんじゃないですよ、うん、ああはいはい、そういうことね、ということは何食べる時も、うん、まず海の水を飲んでから、うん、下鎖が入ってきたんです、はいはい、これ当たり前ですね、はい、でも僕らちは今違う生活をしていると、はい、そういうことは健康じゃなくなる、うんうん、だからぬしまわすというのは、はい、海の水でご飯を食べるための材料なの、ぬしまわすを入れたら食べ物全部が海の水で食べたのと同じになる、ぬしまわすは海そのものなんですよね、そうなんですよ、うんうん、海の水から水だけを抜いたもんだ、うんうんうん、すごい貴重ですよね、特に生命が海で誕生したことも当たり前の話、はい、で僕たちが水でご飯食べてることも当たり前の話、うんうんうん、でもそれに疑問を誰も持ってないんですよ、うんね、確かによく子供にいろんなしつけするじゃないですか、はいはい、勉強しなさいとか、はい、海の水でご飯食べなさいって言ったことあります？ないですね、ね、間違ってるでしょまあ間違ってるといえば、お母さんのお腹の中にいるときは海ですよね、海であった、海で、過去は、あ、過去は、うん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 、今はあのどうかわからん、はい、海度というのが、海度が減ってきてる、そうそう、海度が減ってきてるっていうのが、うんうん、だから僕たちが水道水でご飯を食べてることに原因はあるわけですよ、うん、はい、うん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 、だからせめて水道水を海の水にするためにぬちまわすがあるわけです、ぬちまわすを入れて食べることが食の原則なんです、うん、あ、食の原則、海の水でご飯を食べるということで、うんうん、そのための塩がぬちまわすなんで、今までの塩は何だったかというとですね、はい、今までの塩は昔海でご飯食べてた時ですね、栄養食べたものを吸収しないといけないじゃないですか、そしたら魚が入ってくる時もイカが入ってくる時もタコが入ってくる時も、口はイカはイカ、タコはタコ、魚は魚って分けて吸収すると思います、うん、まあ食べるのも同じように食べてますよね、うん、はいはい、吸収口はですね、はい、塩でドアが開くようになってる、うん、普通は閉まって、うん、口というのは入り口は閉まってますね、うんうんうん、それに海水が入ってきたら、そのみんなこれから餌が入ってくるというふうに考えているわけです、うん、だから口は全部開けて待ってる、はい、その開けたのは塩だったんです、うん、NaCl だったんです、うん、だから僕たちが今塩を食べてるのは栄養を吸収するためなの、あ、はいはいはい、ね、うん、ところが昔はその時に余分な塩をおしっこに流すカリウムもあった、うん、骨を作るカルシウムもあった、うん、マグネシウムも鉄も、うん、いろんなのが全部入っていたというのが、うん、昔の要するに海の水だったわけ、とかそれを水だけでやってご飯食べてしまうと、うん、水と NaCl だけで、うん、他のミネラルが入ってこなくなるんですよ、うんうんうん、そういうのも僕たちは必要として体はできているのに、うん、それが取れなくなったから、うん、いろんな病気が発生するようになったというわけです、うん、それはもう何億年もかけてそうなってきたんですよね、そう何億年もかけてやってきたのに、でクジラがですね、うん、クジラが、うん、昔はイノシシ小屋の大きさだったんです、陸に上がってた自分、うんうんうん、おー、ちっちゃかったですね、それがですね、うん、海に帰ったため帰って、うん、海の水でご飯を食べるようになって、うん、なおかつ酸素も陸と同じように肺呼吸で吸えるようになったら、うん、食の原則は守って酸素が増えたら、うん、もう巨大化して鬼に金棒で、あ、え、
あんな巨体になったわけですよ。栄養になって、そういうことは僕たちがこんな小さいのはなんでかと、まともなミネラルを取ってない、なんでこんな頭が悪いかというとまともなミネラルを取ってない、頭が悪い、はい全部そうなんだ、なんで運動が 100m を10秒台で10秒を切るか切らんかで走ってるかというと、エネルギーが足りない、全てミネラルが足りないことに起因するんです、だから例えばですね、あのクジラがあれだけの巨体の尻尾のあれだけのものをこう振るのにですね、骨が脆かったら折れてしまいますよ。あ、そうですね、そういう事故もありますよね、だってでなんで折れないかというと、あの要するにカルシウムだけで作れた骨はカスカスで悪いと、でカルシウムもマグネシウムもリンも鉄も亜鉛も銅も全部入っているからあの強度が保ててる。だから人間というのはその海の水のミネラル全部利用するようにできているのに、それが入ってこないから骨粗しょう症にもなれば、また子どもたちの骨折も増えていると、要するに全ては食です。その原因は要するに僕たちは今海のミネラル以外のものは十分に取れているんですよ、特に海のミネラルだけが取れてない、それを補うために作ったのがヌチマースなんです。すごいですね。まあ、いろんなね、テレビとかメディアとかでもやっぱり昔はやっぱりみんな海から生まれてきたっていうのは、知識的には知ってますけどね、ただ、この変化っていうのはもう気づかないうちに進化なのか退化なのか、まあ、進化もしながら退化してるっていう部分もあるんですよね、ミネラルが不足してるっていうのは、いやミネラルが不足してる全部要するにですね、進化も退化でもなくて生きているという事態の中で能力が落ちて生きているという意味です、はい、100の能力あるのに、60の能力で生きているのが今の人間ですよと言いたいんですよ、これ進化とか退化じゃない、病気なんですよ、要するに病気だってあれでしょ、今日病気した100メートル20秒で走れたと、それは進化したとか退化したじゃないでしょ、今日体調が悪かったというだけでしょ、だから僕たちの体調が悪いというのは本来の職をしてないという意味ですよ、すごいですね、そこまで考えて食というのは食べるべきなんです、まあ、圧倒的にミネラルが不足してるっていうことなんですよね。そうなんですよ、要するにですね、植物は野菜やそのものがあれば、豚は餌をあげれば成長はする、でも本来の野菜にミネラルがない、だから豚も本来の豚になってない、だからお腹は満たすことできるけどこれを食べれば、人間に必要なミネラルが取れてないわけです。そこをまだ世界が気づいてないと私は思ってます。世界がすごいですね、まあ、でもミネラルっていうのはもう本当に、ね、人間の体にとって一番って言っていいぐらい大事なものですからね。特にもう海に、本当に海に含まれているこのミネラルっていうんですか。ですね、海というのはまず何かというと、海というのは何です。何です、その答えは。海、海は海といえば 何と定義します。海何と定義する、母なる母なる海とも定義しないでしょ、海はですね、最初の地球はまだ形ができた自分、いろんな隕石がぶつかってくるわけ、するとその衝突エネルギーでマグマ状態になる、すると水は全部蒸発して雲になってる、すると降ってきても、冷えて降ってきてもまた地球がマグマ状態だからまた気化するわけ、雨は地表まで届かないんですよ、地球が熱い状態の時、そう、でそれが隕石の衝突が減ってきます、また地球が冷えてくる、冷えてきて、すると雨が降るようになる、で水が溜まるようになって、そう、その時にですね、硫黄とかが気化して溶けていた水は、雨は、
超酸性雨なんで、地表のすべての地球上のミネラルを全部溶かして、うん、窪地に流れ込んだのが海なんです。うーん、だから海というのは地球中のすべてのミネラルが溶け込んでるところ。ああ、そういうことか。そこで生命が誕生したんですよ。ということは母親がそこに産むべきだった卵をお腹の中に産むということは、うん、そのミネラルがもしかしたら全部あった方が理想的な体だということです。うーん、そうやって地球にこの海が誕生した時のこの海 の, あの塩分濃度と今の塩分濃度って変わらないんですかね。いや、変わりますよ。あ、変わってます。変わりますけど組成は変わらないわけですよ。内容物は、うん、内容物はパーセントもほとんど、多いのは多いし、少ないのは少ない、うんうん、雨が降るたびに増えることは増えるけど、うん、で結晶化するものは結晶化して沈殿して、うん、溶けられる分だけ溶けて、うん、でまだ足りないものはいくらでも溶けるというものは微量ミネラルとしてあるわけです、うん、これ社長から聞いたのかな、どっかで聞いた、うん、海のこの塩分濃度と人間の血液の塩分濃度って、うんうん、違います。違う人間はですね、例えば血液の塩分のミネラル濃度って言うんですけど、うん、0.9% なの。血液のは、はい、血液は、はいはい、とか海は 3.6% なの。あ、 0.9 と 3.6 全然違いますね。4倍です。4倍違いますね、うんうん、ね、はい、ということは人間という生命ができた以上、うん、ミネラルを必要なものを取っていらないものを捨てるという機能ができてる、うんうんうん、僕たちの細胞の中で、うんうんうん、それで濃度を調整できてる、うんうんうん、でなんで塩を食べて高血圧になるかというと、うん、0.9 だったところに塩をたくさん食べすぎて塩が入ってくると、うん、血液内のミネラル濃度が 1.1 になるわけですよ、うん、水が入ってこなければ、うんうん、でそれで水が入ってきて 0.9 に薄めるんです、うん、ということは血管の中の水の量が増えるんです、うん、そしたら内圧が内から血圧を血管を押し広げるわけです、うん、これが高血圧だ。うーん、じゃあこれは生命の誕生の時とこの血圧この塩分の 0.9% っていうのは変わらないんですね、うん、ずっと。おそらく変わってないと思います。いや、もちろん最初は海と同じ濃度だったと思います。うんうん、あ、そういうことか。最初は海の水をただ包んだだけですよ、うんうん、そういうその出し入れの機能がなかった人間の体は、はい、うんうんうん、ところが海の水はですね、例えばヌチマウスは何かと、なんで高血圧にならんかというと、うん、この余分に入ってきたナトリウムをおしっこにすぐ直す機能がある。要するにご飯食べるときはナトリウムはどうしても取らんといかんから、ご飯は食べる、うん、そったらもともとナトリウムが多いから、うん、ナトリウムが多くなったら高血圧になるんで、うんうんうん、それを防ぐ方法も同時に、うん、その機能として持たんと人類死んでしまうわけです、うんうんうん、それでカリウムというミネラルを使って、うんうん、おしっこから余分なものを排出してくれる、腎臓を通しておしっこから流してたんだ、うん、余分な塩分を、余分な塩分、はい、だから一番食べたら高血圧にならないわけ、うん、素晴らしい塩じゃないですか。ところが NaCl だけがメインである塩は、うんうんうん、取ったのはいいけど捨てることができないんですよ。体に蓄積されてくるんですね、はい、それが高血圧の原因、いろんな病気の原因の一つになるわけです。体に悪いっていうこの塩をもう世の中からなくせばいいんじゃないですか。ところがですね健康になるから、うんうん、確かにですね言ってみれば、ただヌチマースを日本中が昔の専売員みたいに買いますよと言えば、はいうん、それだけのコストの塩が作れるわけですよ、うん、大量生産すれば作ってますから ね、はい、ね。ところが今はそのだけのコストでそういうふうに安いコストで作れるのに、それは本来の今までの専売員がその浸透していくために、うん、それはできないわけです、うん、だから個人で、うん、それを作るにはまだ時間かかるということなんです。まあね、もう国がね、ヌチマースしか
食したらいけませんって言ってねパーってやればいいんだけど、うんうん、でも国が製造してさ、うんうんうん、でもそうもいかないしね今の世の中、うん、やっぱり民主主義で自由競争だから自由競争で、はい、だから、また、うん、もうあくまで消費者が選ぶしかないんですよ、ね、選ぶしかない多分でも消費者からしても今っていろんな仕様があるじゃないですか、うん、で、ぬしますもそうなんですけど例えば表示何が入ってるかなとかいろいろ見たら、うん海水 100% で作られてると、うん、でこれっていろんなものに書かれてるじゃないですか今、はい、いいとされてる塩、はい、でこれの違いは何ですかぬちまーすも海水 100% だから海水 100% でも、うんうん、例えばこれ沖縄産のさつまいもで作っていますと、うんまあ、さつまいもだったら同じかもしれない海水 100% ですね材料が、うん、作り方が問題があるわけですで海水の中の、うん、数の量の多いものだけ取っていますというのが海水 100% でも、うん、取れる量は5種類しか取れないわけですよ、うんうんうん、多いの中から5つ、うんうんうん、で海水に入っているものを全て含んでいますというと、うん、もしかしたら、まあ、20も30も入るわけですよ、うんうんうん、そこの差ですよあ、はいはいはい、要するにどんなして作ってるかだけ、うんうんうんまあ、原料は海水 100% で間違いないっていうことだけですね、うん、そう。その中にどれだけのミネラルが含まれてるかっていうのが含まれるような製法を使って作ったかだから本来は常温瞬間ということが大事なんですここだけの話正直このミネラルっていうのは多分一番ぬちますですよねいやこれここだけの話じゃなくて、はい、世界中でそうですそうです皆さん聞きました世界中でそうですね、言い切るからね、はいうん、だからどれだけぬちますがねもう本当にで常温で作るということは何かというと、うん、皆さんバーベキューの時に、うん、ついついキャベツが炊けてるの貝になったのを食べますよね、うんうんあれ美味しかったです。キャベツ？キャベツが灰になってるでしょ。ああ、焦げて、うん、はいはい。美味しくないですね。あれキャベツの栄養もないやつですよね。うんうん、同じようにですね。うん、で昔の人がなんで釜で炊いて、うん、にがりを残したまま、うん、塩を取ったかというと、うん、ずっと炊くとですね、うん、あと焦げるからなんです。焦げたら。意味がないんですよミネラルも焦げたらもうミネラルとっての働きがなくなる、はい、温度が高くなる、うん、だから昔の人もにがりというものを抜いてそれから塩を取った、うんうんうん、だから今見た目には焦げてなくても高温で作ると焦げた塩になるわけです、うんうん、要するに水に溶かしても塩の海の味がしない塩もあるわけですぬちまーすは常温で作るということは、うん、水に溶かしたらそのまま海の味になりますよという意味、うん、ですよねすごいですよぬちまーすで豆腐も作れるんですよねそうそうそう、うん、にがりもそのまま入ってるんで、うん、豆腐ももちろん作れます、うん、すごい本当にすごいこれはだからそれぐらいの、うん、要するに塩だから自信を持って人類を救う塩だという、うんうん、素晴らしい僕は健康ということはですね、うん、次の赤ちゃんを頭脳明晰で心身ともに健康に産める体という意味なんですよ、うん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 、そうですよね、はい、歩けるから健康じゃないです、うん、要するに男性は精子をちゃんと元気に、うん、また数をたくさん産んで、うん、作って子供を作ると、うんうんうん、女性はその受精した卵をちゃんと頭脳明晰心身ともに健康になるような海を作っておくと、うん、それが健康なんですよ、うん、とか今の食事は海のことを一切考えてないんです、うん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 、どういうことかというと簡単に言うとですね、うん、サトウキビは糖度がそのブリックスが高いほど値段高くなるんです、うん、これ当たり前ですね糖度が高いほどそのせうん、塩つくあ砂糖を作るのに高いほどたくさんできるから、はいはい、高かった当たり前じゃないですか、はいはい、とか今の野菜、うん、ミネラルの固有さごとに値段変わっていますいやいや変わってない形の綺麗さごとにですねでしょ、うん、これは本来はあの国の
サトウキビ買う値段は国が決めるんですけど、うん、糖度によって違うというのは国が決めてるわけですよ、うんうんうん、野菜も糖度があるほど、うん、あ、ごめんなさい、野菜もミネラルが多いほど高いと、うん、そういう常識になってないわけですよ。それが僕たちの周辺に全部お腹満たせばいい食事ができることが可能な食べ物だけが蔓延していることにつながるわけです。うん、まあ、もともと今はもうなんていうの、食材自体がミネラルが少ないんで、うん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 、だからまあ僕らもおぬちマス持ち歩いてますけど、まあ、そうやって補って、うん、要は今栄養素が少ないからみんなサプリメントって飲んでるじゃないですか、うん、補うために、はい、これと同じ考えですよね。とかぬちマスかけて食べるのも、はい、うん、ただサプリメントはですね、要するにあるそのこのぬちマスほど、はい、ミネラルのその微量な比率がちゃんとできてないわけですよ。サプリメントでミネラルを取るっていうことじゃなくて、うん、あのミネラル以外の必要栄養素とか今 DHA とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、はい、ね、膝関節にいいとか、はいはい、ああいうのを今食材から取れないから補うためにサプリメントって飲んでるじゃないですか、はいはいはい、あれと同じ感覚でミネラルを補充するためにヌチマスをいろいろかけて食べるのも一緒ですよ ね、 だからね、ミネラルを補給したことになるわけですよね、はい、でもこのサプリメントも例えばじゃあ病院行って亜鉛が足りないって言われました、うん、って言ってじゃあ普通に亜鉛だけのサプリメント、うん、っていうのを単体で取っても意味がないんですよ。そうそう、バランスよく取らないといけないってことでしょ。そうなんですよ、うん、要するにサプリメントでいくと、うん、どちらか要するに人間の体が、うん、これ続けたら多すぎたからということは言えないわけですよ、うんうんうん、要するに病気になって初めて多すぎたというのが分かるわけです、うんうんうん、体に異常があった、うんうん、だからそこまでやるよりはヌチマスを食べていれば、うん、必要なものが全てその比率で入ってくると、うん、あのまあ、僕らでもしばらく野菜食べてないと、うん、あの野菜不足してるなってあのバロメーターってはないんだけど、体が感じると、そう野菜食べたら美味しいって思った時は、うん、あ野菜不足してたんだなっていうのがなんか分かるみたいな、美味しく感じる、ね、体が欲してたんだなと思って、そのぐらいでしか分からない、あのどっかにこのねレベルがあるわけじゃないから、ないだからね、ガソリンメーターみたいに、うんうん、もうあのー、ね、ミネラルが足りないよとかってやってるわけじゃないんだけど、確かにね、体は教えてくれないからね。でもそのミネラル、あ、そのバロメーターがですね、うん、生理痛なんですよ。あ、女性の、ね、女性でいう、これだけははっきりしてますよ、うんうん、要するに本来の海じゃないから赤ちゃんが健康に生まれませんよという警告なんですよ、うんうんうん、それでヌチマスを食べたら、うん、まあ、もちろん毎日15グラム1ヶ月続けますけど、うん、そしたらどんな生理痛も止まるということが起こるわけですよ。それはバロメーターは生理痛は女性が我慢するもんじゃない、うん、これ我慢するのが美徳だと思ってるかもしれんけど、うん、我慢すればするほど次に生まれてくる赤ちゃんにとっては影響が、悲劇が重なるという意味です。このことをね、やっぱり全国のっていうか全世界の産婦人科のね、うん、先生方とかが、うん、やっぱりね、理解してもらってね、うん、ミネラルを補給してもらったら、ね、世の中はね、変わるかもしれないですよね、うん、いや本来ですね、うん、僕たちご飯食べるときに頭痛くなりませんでしょ、はい、ね、うんうん、だから赤ちゃんを産むために頭痛くなる、体が痛くなるというのはおかしいんですよ。うん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 、確かにね、生理痛も座りも、うん、陣痛も、うん、本当はあるべきじゃないと思います。うん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 、確かに、うん、次の子孫を残すために女性が痛い思いをするわけはないと思います。うん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 、ああ、いいこと言いますね社長、ね、うん、もうあと番組ね、残り時間あと2分、あと2分ですけど、あっという間ですよね、本当に足りない社長、はい、いや要するにですね、うん、なんで子孫を残すことが大事なこととして生理もあるのに、うんうん、そこに痛い思いさせるかと、うんうんうん、赤ちゃんを産むためにつわりもあると、うん、で赤ちゃんを産むために陣痛もあると、うん、その陣痛もですね、うん、本当の
海の女性だったら、うんうん、もしかしたら10分の1に小さく少なくなったら経験されるということですね、はい、うん、それぐらい、それぐらい進化というのは、うん、女性に痛い思いをさせるわけはないんですよ。うん、いいね社長、いいこと言う。あ、まあ、そうですよ、ね、皆さんやっぱり意識してミネラルを取るようにしましょう。ぬちますね。で、ぬちますが一番手っ取り早いっていうかね、うん、はい、私もやってます。ミネラル補給で、はい、これをどんどんね番組通して広げていきたいですね、うん、もう自分もね友達にももうバンバン広げてますからね、うん、うん、はい、自信持って、はい、ということでね、番組ももうあと1分になりましたんで、はい、また次回ね、社長にまた来月も、ね、そうですね、はい、出ていただいて、ぬちますの話またね、うん、魅力を、いえいえ、またやってほしいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、FM ギラワンレッツ深呼吸、今日もビアガーデン B サイドからお届けしました。はい、スポンサーさんの、セントマリノさん、ビアガーデン B サイドさん、プレミアムウォーターさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また来週お届けします、はい、天気が良かったらまた B サイドからお届けしますんで、はい、台風が心配だけどね、はい、甲子園もそうですね、コーナー高校頑張れ頑張れ頑張れ、コーナー、さよなら、お疲れです。はい、どうも。もうよかったです社長、無事でよかったです。あ、ツイキャスだけまだいけるって、はい、今日ね、